エレン、世界とエルディア双方を救う術は安楽死計画。これを完遂する他にありません。脊髄液入りのワインは改革の障害となる兵団上層部のみに振る舞いました。ジークはあなたを信じています。あなたもジークを。俺はジークの計画に従うふりをする。お前もそうしろ。従うふりをして何をするんだ。憲兵団はお前を巨人にして島に来たジークを食わせる計画を進めている。憲兵と争うか、ここから逃げるしか手はない。私だって牛の世話だけしてたわけじゃない。分かってる。争う必要も逃げる必要もない。この島が生き残る一番堅実な方法があれば、私はそれに従う。他に方法はなかった。でもあの時エレンが私をかばってくれて、みんなが動いてくれたから、私はそれで十分だよ。お前が良くても俺は違う。え？世界を滅ぼす全ての敵をこの世から一匹残らず駆逐する。そんなの間違ってる。島の外の人全てが敵じゃないのに。あなたのお母さんみたいに突然、なんで殺されるのかわからない人がほとんどなんだよ。わかってる。でも憎しみによる報復の連鎖を完全に終結させる唯一の方法は、憎しみの歴史を文明ごとこの世から葬り去ることだ。お前に島の生贄になるためだけに生まれる子を産ませ、親子同士を食わせ続けるような真似は俺がさせない。私はエレン、あなたを何としてでも止めないと。二度と胸を張って生きていくことができない。耐え難いなら始祖の力で記憶を操作する。それまでお前が黙っていれば。そんなことできるさ。お前はあの時俺を救ってくれた。世界一悪い子なんだから。